こまでは無事につけたな。さて今日の料理当番は誰だ。ローだろ。しれっととぼけるなよ。ちバレバレかよ。しゃあねえな。ちょっといいかしら。前に農場でパンケーキを作った時のこと覚えてる？ああ、なんか妙に盛り上がったっけな。もしかしてもう一回勝負したいとか？そうじゃないの。ただあれからずっと考えていたのよ。持てる技術は全部使ったし、手を抜いたつもりはなかった。なのにどうして負けたのか。かそりゃ判定するキサラに大量の砂糖を食わせたからじゃん。とにかく私なりに考えた結果を一度みんなに確かめてもらいたいの。わかった。お前の挑戦受けて立とうではないか。え、そういう話なのかこれ。まあせっかくシオンがその気になってるんだ。別にいいよな。みんなありがとう。待ってて、早速作るから。お待たせ。さあどうぞ。待ちかねた。どれどれ。これはいくつもの異なる辛さが互いを殺さず、むしろ高め合っているだと。甘くてとろけそう。ほんわか気分で幸せ。かっがっつり俺好みの濃い味系。手が止まらねえ。素材の選択、風味を生かした絶妙な火加減、盛り付けのこだわり、何よりこの澄んだ上品な味わい。うまい。シオン、この料理すごいぞ。本当よかった。あれでもなんかこう感想バラバラじゃなかったか。そういえばみんな違う料理のこと言ってるみたいだったかも。あ、どれ。ちょいアルフェンの味見。うん、それぞれの好みに合わせて少しずつ変えてみたの。変えたって全員分をか。それものすごく手間かかっただろう。ええ、でもおかげでやっと気づくことができたの。料理で相手を喜ばせたい思いが強くなりすぎて、私肝心の相手のことが見えなくなっていたんだわ。はい、お水。死ぬかと思った。大事なのは喜ばせたい自分の気持ちではなく、相手が何を求めているか、そこに寄り添うことだったのに。その通りだ。よく気がついた。大事なのは愛情、相手を思いやる気持ち、それこそが最高の調味料なのだ。作る側、食べる側、どちらかだけでは成り立たないということか。なるほど、勉強になる。見事だシオン。もう私から教えることは何もない。ありがとう、ありがとうございます、キサラ教官。